ちゃ長いの行ってみようか。めっさ長いの。A バスはね、ギルが加えて持ってっちゃう。見えますダイレクトに投げないと。スーッと、あ、いた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 。でかいのが加えた。持ってけ。食い直せ。どうか。あー、ダメだー。今ね、半分加えてたんだけど、ちょっとな。長すぎたかな。よし、また食えた、食い直せ、ダメだ。針んとこまで行かないんですけど。お前じゃない。こいつ。そう、お前。よし、食った。やった。そう、君。いや、これすごいな。今ね、何回もね、これに興奮してもう、たまらずバイトだね。すごい長いの。長いのすごい。ちょっと重いから、こっちから行くか。よいしょ。はい、デロンデロンに長いワームのサイトフィッシングゲーム決まりました。これね、これなかなか口の中に入んなくて、もうこの長さですから。そんで、結構いろいろ何回も食い直して、あ、今口の中に入ったなってのをしっかり見てから合わせたらバッチリフッキング決まりました。いや、しかしね、本当に魚の追いが半端じゃない。オフセットフックにね、こうセンター出しでやってみたんですけども、で、タックルはね、ティムコのクリッタースティックに、ルビアス、はい、長いワームとバスクーン、イエイ。はい、引き続きなんですけど、これね、とりあえずもうね、バスはね、狂ったように追いかけて、今ね、都合3、4回加えてくれたかな。で、最後口の中にスポーンって入ったのが見えて、それでフッキングしたんだけど、まあ、見えバスがいて、それのそばにこう、もう加えてる。加えてる。糸走ってるでしょ、これ。でもね、これ多分端っこしか加えてない。ね、ほら。だからこう、引っ張ると、ズルって抜けてくるんだけど、こと大きいバスを見つけた時は結構チャンスなのかな。しっかり走らせて、それからこいつらも入れたら多分そこ食っちゃうんだろうな。あ、今ね、ギルが端っこ加えて、これね、デカバス見つけたら結構積み、まあ、岸際向いて食い気のあるデカバスを見つけたらかなりバイトさせやすいんだなって。今のもあいつなんか虫探してるなってやつに入れたらもう興奮して何回も襲いかかって、で、半分ぐらいぴょぴょってこう出てる状態だと多分スポーンって抜けてきちゃうんだけど、これがぐじゅぐじゅぐじゅって口の中入ったなーって確認して入れたらもうね、速攻、今ね、またもう加えてる。でもね、針にはかかってない。これもう走ってんだけど、ね、真ん中まで食ってないし、あとオフセットのちょっとデカめのやつにぶら下げてるから、小さいのはなかなか針がかりしないようにしてあって、もうね、
まず今ギルがわーって追っかけてる。ギルがわわ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 わって、これで大きめのバスが加えてくれたらチャンスなんだけど、まあ祭りみたいに今水中になってるからね、これででかいバスが俺も俺もってなったらいいんだけど、今ここら辺なんかすごいことになって奪い合いなかなか端っこをねみんな加えるんだけどね、食えないね、興奮状態マックスになってますよ水中が。じゃなくてでかいバスがね、さっき40後半ぐらいの釣ったんだけど、ああいうふわーって泳いでるのを見つけたらこっちのものなのかな、どうかなって感じなんだ。なかなかねそういう程よい状態のを見つけるのが、痛いよねそんなの都合よくね。